今日も寒いですね、本当に。でもあったかくなったらさ、あの雪とか降らなくなるから、ちょっとそれはそれで寂しいな。雪好きやしな。お、ツインかわいいやって。嬉しい嬉しい、してよかった。ミーキは雪降らせる、そうやで。そうやね、ミーキはでもいつでも雪は降らせられますね。それはね、お任せあれですよ。得意中の得意分野や。特技にさ、雪を降らすことってのはどうでしょうか。雪を降らすこと。フロンティア推し、ウルピオ。フロメンでは誰推しですか。え、すごい、また手の田さんや。わー、嬉しいです。皆さん、手の田さんがクマタワーくださいました。ありがとうございます。いつもいつも本当に嬉しい。では寺田さん、今夜もありがとうございます。クマタワーが立ったわ、ありがとうございます。パチ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 、イエーイ、ありがとう。いつも本当に パチ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 。ねえ、ネイルしてる人あるあるでね、この音わかる？このあの何？こう暇な時こうやっちゃう。でね、ツインテールでちょっと内巻きにしたらよき丸になった。なんか静かちゃんっぽくて、よき丸かなって。今日はパーカー着てる。アンジービー、アンジービーパーカー、アンジービーパーカーで安定のフード付き。もうさ、全部真っ黒やからさ、髪の毛もさ隠れちゃうな、フードかぶったら。鳴らしちゃう。しかも声、あのこの音なんか好き、あのあれみたいで、なんかあの沖縄の楽器。そんなんあるっけ。そんなんあるっけかな。なのでなんかいつでも楽器鳴らせる。楽器鳴らせます。移動式や、移動式。なんかない？沖縄のさ楽器で。もはや爪が楽器みたいなとこある。ほんまにフロンティアしか勝たん。あ、はじめまして。ショウゴさん、はじめまして。
遊びに来た、ゆずちゃん遊びに来たよって。森 T さん、初めてアイコンタクト取ってくれた。みーき、こんばんは。あ、こんばんは。何年前だっけいつも言ってくださる。はじめまして、とくちゃんさん、はじめまして。三社、沖縄なら三三味線かな。あ、三味線、フロンティア推し、三振。みゆきちゃん遊びに来たよ。大分蘭方さん、こんばんは。みんなこんばんは、こんばんは。津軽、津軽って沖縄か。涙ぐらい、ほんまに。ピエン愛してる、ピエン愛。今日は早めの配信だね。そうやねん、なんか早く会いたくなっちゃってなんか今すごいすごいカーディスで、なんか早く会いたくなっちゃって、なっちゃってさ。津軽は青森、あ、青森や。そやそや、津軽リンゴって言うもんな。これで早いんか。いつもは23時30分くらいから始めてるかな。でも23時からがメイキタイムなので、その辺はね、覚えておいてください。シンデレラタイムならぬメイキタイム。そんなこと言うとは思わなかった？本当に？どんなこと言うと思った？ゆうさん。津軽は東北。青森って上の方にあるもんな。北海道のすぐ下？青森といえばリンゴですね。フォローしました、ラーザンさん、ありがとうございます。今日の仮面の、あ、合格したんですか、おめでとうございます。すごーい、免許の7回目でやっと合格しました。すごいね。で、ミーギやったら何回やっても合格しなさそう。車のなんか免許とか難しそうですし、なんかあの遊園地とかでゴーカートみたいなのあるじゃないですか。で、なんかどこだったったっけなどこだったっけかな、なんかね、免許ね、なんか取れるみたいな、あの子供のなんかあって、その免許取るのになんか子供のやつなんですけど、子供でも取れる免許、それもなんか取れへんかった気がするでも写真だけ撮った。すごい、じゃあ今日からビュンビュン運転できちゃうとか。すごい、ハート飛んできた、ありがとう。ピエンアイ、 Thank you。 ビュンビュン、ビュンビュン運転できちゃうんですか。私はゴール、え、ちゃんぽよちゃん運転できるの、もう超好き、やば。一輪車得意やん。それで特技は一輪車とバトンです。バトンもさ、一応免許いるからさ、なんちゃって出ました、ウィーキのなんちゃって。鹿に、あ、でも鹿乗れるからさ、移動は困んない。ミキは鹿に乗ってきてるから
頼まれてるで、運転しないでやって危なそう。大型2種の免許取りそう。すごい。大型ってことはトラックとか高速走ってるトラックとか。仮免では運転できないんや。仮の免許、誰かに貸しがあるんか。わあ、めっちゃハートくれてる、ありがとう。なんか欲しい資格？そうやな、何がいいかな。資格か。何かな、資格。じゃあクッキングアイドルでクッキングアイドルで。今日も来ちゃった、工作さん待ってた。バス運転できんの？大型に。めっちゃいいじゃないですか。じゃあ、バスなら皆さん乗れますしね。ミーキの、あの、運転でバス乗りましょう。ツアー、バスツアー。ガイドと両方やるわ、じゃあ。めっちゃいいやん。両方集中せなあかんけどな。ミーキのポニテが好きですか？嘘、嬉しい。ポニテ。またするじゃあ。渡します。みゆき乗せて運転したよって。楽しそう。鹿に乗るには免許いる。鹿免許いる。緑ナンバーの九州ナンバーに乗ってそう。緑ナンバー、九州ナンバー、湘南とか。湘南は九州じゃないか。九州といえば北九州とか北海道か。九州はね、あと長崎とか。さっきの YouTube 見たけど、ミキのダンスが、嘘？ YouTube？ 今日なんかアップされてますか？サンタさんみたいやね。あ、トナカイ、トナカイにも。なにみんな、なんかありがとう、ハートくれてた。いっぱいハートが止まんなかった。大きい、倍億？倍億って何？ミキがトラック運転してるとか、そうでした。あらけ、失礼な、としおさん。大きいバイクに乗ってほしい。それはかっこいいよな。なんかさ、女性の方でさ、あの女の子であれ大きいバイク乗ってるのってめっちゃかっこよくない？めっちゃかっこいい。ベティちゃんとかさ乗ってそうじゃない？クッキングアイドル、ミキちゃん。何作ろうかな、何作ろうかな。クッキング、なんかイメージでクッキングといったらなんかお菓子作りみたいな感じのイメージなんですよ、ミキ的にはね。だからなんかお菓子全般を一個ずつ制覇していって、クッキングアイドルミキちゃんになるわ。フルーチェ行こうか。じゃあね、それでミーキと行くバスツアー。ミーキの運転はやばい。みんな飲んで、意外と運転できたりして、絶対安全運転やわ。もうミーキ右と左はもう見る準備できてるもん、今からでも。鹿バス、ミーキとバスターとかめっちゃ楽しそう。嬉しい。ミーキが運転するバスツアー。ミーキの全てが好きです。やば、
待機なんてするじゃん。自分自宅待機しときます。なんでやねん。みんななんでやねん。みんなして。カフェ巡りしたい。したいな。カフェ巡りしたい。みきもカフェ好き。大好き。なんか、カフェで、なんかケーキセットとか食べたいですね。堀江わかりますか？堀江にね、なんか、カフェめっちゃできてて、どこなんか行ってみて、え、レインボースター、え、どなたやろ、挙手してください。すごい嬉しい。レインボースター3つ投げてくださってる、ありがとう。どなたか、バスツアーいいね、とくちゃん。右のクッキングファイル絶対おもろいやろ。おもろくなるんかな。なんで、いや、真面目にね、そこは真面目に。え、北海道って九州じゃないの？みゆきは北と南が入れ替わりがち。北と南、え、でもセットで覚えてるんですよ、私ね。なんか、東と西がセットで南と北がセット。多分当たってると思うねんな、これは。告白の空砲公演ダイジェストか。あ、ダイジェスト、あの、あ、え、初日のやつ、もうアップされてるやつかな。みきもさっきなんかウィルビーアイドル公演が、あの、ダイジェスト映像流れてたのは確認したんですけど、告白の空砲公演もダイジェスト映像流れましたか？初日のやつは皆さん、あの、YouTube の方でご覧になれるので、あ、ご覧いただけるので、あの、よかったらね、こんな、あ、こんな公演なんだ、とか。予習とか、来てくださる方とかは予習とかしてくださって、あの、来たくなるようなおまじないを今かけてきます。はい、なりますように、会えますように。ほなみーさん、北海道出身。そや、みーきのポニって可愛いなって、可愛い、え、通知来たから運命かと思って、え、そんなみゆきのこと考えてくれてる時間がもう、え、って思う。ありがとう、嬉しい。北海道は九州じゃないそうです。ちょっと待ってね。 OK。 あー、コメント戻っちゃった。朝起きてもずっと夜まで練習しなきゃじゃね。頑張ってください、大分蘭方さん。右見すぎ、あ、今寝癖かもしれん。確かに確かに。左右確認でどうやってるの、草。タピオカ部に続く何かを期待します。タピオカさ、なんかさ、え、もう分も終わっちゃった。で、なんかその後になんかバナナジュースが来るみたいな、なんか言われてて、で、なんか来たけど、その後何かあるんですかね。チーズドッグとか懐かしいな。え、でもミーキー未だにチーズドッグ見てなんかワクワクする。
なんかたまに食べたくなりますよね、チーズドッグ。でもタピオカもたまに飲みたくなる。あのね、京都でめちゃくちゃ美味しくて、もう京都行ったらもう絶対飲むっていうタピオカ屋さんがあったんですけど、なくなっちゃってんな、もう。ほんまにショック。握手会終わりに堀江のカフェで美味しいタルト食べた思い出。そうなん？どこやろう？気になる、気になる。路面電車の運転手とか、なぜですか？なぜ？あ、いかがですか？いかがですか？なんか友達のお父さんの、あ、友達のお父さんが車掌さんなんです、電車の。おしゃれなカフェがお似合いで思いますか？嬉しいです、ありがとう。なんか、あれ、なんかね、ミキ、オレンジジュースが好き、すごい好きなんですよ。だから絶対に乾杯とかするってなった時は、なんかグラスにオレンジジュース、しかも果肉入りのオレンジジュースが好きで、なんか、オレンジカットして、なんか、何？グラスにさ、こう飾るやつあるじゃん。ああいうのとかも最高に好きなんだけど、オレンジジュースがね。だけど、最近、なんかこう、カフェとかで、ケーキ？なんやろ、行くとか食べるってなった時、なんか最近紅茶でもめっちゃ合うなって思った。遅すぎか気づくの。なんかなんやろ、なんか大人になれた気がして。ね、南堀江とさ、北堀江と堀江ってね、どういう関係ですか？三兄弟的な感じかな。しおんちゃんに聞こうか。ね。北海道は異国？北海道は異国？他国？セットで覚える。あ、ラビちゃんとね、ラビちゃん。ゆいなのさ、インスタのさ、なんか、すっごい、いつも、何、参考になる。ね、なんか。見てみてください、皆さんも。あれ、北と南がセットではないか。だってさ、東西南北って言うじゃんか。だから東西がセットで南と北がセットかなって感じなんですけど、方位磁石があるとして、こう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 じゃないですか。で、東西南北、東西南北や。だから東と西がセットなんや。当たってるくない？右、東西南北、東、すごい！東西南北で東西南北になりますよ。すごい発見。これがやばい。読み方ね。なんか変えたら。音読みか訓読みにしたら。行きたくなりました。本当？
前に告白の候補校園行ったらメンバーに見られめっちゃ見られてめえめっちゃ見られた恥ずかしかった。見るよそりゃそりゃ見るよ。正義さん、この前しおりちゃんが出た時の候補校園もよかった。おー、しおりちゃんね、一緒に出れて嬉しかったな。なんか久しぶりに、なんかでもしおりちゃんも言ってくれて、久しぶりに何同じチームの先輩と出れて嬉しかったですって。嬉しかったな。しかもあの分からないところとかもいっぱい聞いてきてくれて、そういうのもね。一日に1回 NMB って言ってるよ。本当？ゆうりんさん NMB48 とりあえずダイジェストで我慢。みゆきがセンターの会なんて素晴らしすぎて泣ける。嬉しい嬉しい。北海道九州の一番上のとこ、一番上やんな、一番上で一番でかいんやんな。なんか牛の形やったっけ、してるとこやったっけ、なんかね北海道の形してるんですよ。なんか北海道がな九州じゃないのは今思いましたけど、なんかなんとなく九州って雪が降ってるイメージなんですね。で北海道も雪が降ってるイメージだから九州かなって。レモネード、レモネードが流行るん。みゆみゆもショールームやってる。おお、和田みゆみゆ。これだいぶさ前のコメント読んでるかな。右止まったって書いてるけど、一瞬ねなんかあのコンセントをね挿したんよ、充電の。その時止まったかもしれん。でも結構前やからコメントめっちゃ進んでるってことやんな。みゆきの思う日本で一番北、鹿児島とか合ってるかな、なんか町外れかなって思って。鹿児島か沖縄だと思います。一番北は多分一番端にあるイメージ。アミのポップアップ行ったかい。そう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 、ミキが行きたいって言ってチーズドッグとタピオカ両方行ったその日にそう、あなたタピオカ抜き頼んでます。柳さんすごい、もうそのエピソードすごい知ってくれてるんや。どっかでしか一回ぐらいしか話したことない、なくない。それもみゆきじゃなくてシオン、一緒に行ったシオンかリナッチが多分喋ってること。すごい、そうなんかできたばっかりのお店行くっていうのがあの去年くらいやったかな、なんか誰ため公園のあのやってて、その公園の前とかの時間であのシオンとリナッチと旅部なんですけど、私たちでミーキが部長なんですよ。であの公演前にタピオカ行くっていうことをやってて、でそのあの間違ってタピオカ入ってないやつ頼んでたんです私。で入ってる体でなんか喋ってて、なんかおいしいここのもちもちみたいな、でなんか飲んでてなんかその底が見えてきて、あれ入ってないねんけどって言ってじゃあミキさん今まで何話してたんですかってなってね、もうほんまに部長として恥でしたね。あれはもう我々は忘れられない出来事です、本当に。あ、一番北はシベリア、シベリアって日本やったんや、なんとなく外国のイメージでした。目の下キラキラしてる、そうピエンアイにしてる、ピエンアイ
しかもあの雑誌の付録の方赤井さんのフォトブックか、フォトブックだっけ、コスメ本か、コスメ本の第2弾のやつでも PNI も持ってる。なんかあかりんさんがなんかミルクウェイだったかな、まあ、なんか告白するときにつけてみたいなやってたから、ミキは告白の句をこれで作る、つけようと思っていかがでしょう。タピオカな、たまに飲んだらもうマジで味気してるって感じする。タピ持ってもうプリ取ったらもう最強やな。青春です、ポネプリ取ってしたらもう最強やん。ミーキーが好きすぎて辛いです、ありがとう生らっきょさん、こんばんは、ま、みんなのおじさんみんなのおじさんさん、さんとかさ、ちゃんとかついてる方お呼びするときさんさんとかなる。近づきすぎ注意報出てるわ、ちょっとちょっと近づきすぎ注意報出てるわ。どんなのが飲めるの？みゆきね、なんか炭酸も飲めないんですよ。でなんか間違って韓国料理屋さん行った時に、あ、旅部で行ったんですけど、なんか間違ってなんかそれ頼んで無理やり飲んで、飲めましたね。あれはほんまになんかそれもね、なんか私飲み物系で失敗談がすごく多くて、あと何やったっけな、オロナミン C やっけ、なんかオロナミン C をなんか炭酸、なんかあれが栄養なんやって思ってて、ずっとなんかシワってなるのが、だから私我慢してね、なんか我慢してっていうこともないけど、その栄養と思って飲んでたらなんか ビタン酸みたいな、でもワオってなった。だから基本はオレンジジュースかリンゴジュースが好きやな。でも果物はあんまり食べれないので、なんかね、いちごとか、いちごがでも一番好き、小さい時から。でパイナップルも好き、パインジュースも好きやな。いちごはジュースにせずそのまま食べたい派です。あまおしか勝たんって感じ。あ、大分乱歩さんがレインボースター投げてくれたんや、ありがとうございます。しっかり 見させてもらいました。真央さん初見です。ハート500個投げたよ。まいちゃん嬉しい。だいぶ前のコメント読んでるな、やっぱり。だってかごしまの返事が、うん、ちょっと待って。で私の中で北はだから寒い国っていうイメージで、南はあったかい国、南国って、南国だと思うんですよ。みな、あの南はだってなんて使うじゃないですか。だから南国で、あと西はなんか寺のイメージ、なんか寺がありそうな。そしてあと何残ってますっけ、東か、東はなんか侍がいるイメージだから東の軍みたいな、寺院みたいなあるじゃないですか。なので
ね、私のイメージはそんな感じです。ベンに聞けばいい。社会の教科書に載ってそう。リナッチずっこけてたよ。もうずっこけてたし、もうすっごいなんかその日一日中なんか言ってきた。ミーキなタピオカ入ってへんやんってずっと言ってた。ほんまに結構前のコメント読んでた。ちょっと待ってね、ちょっと最新を読みたい。コメントとの時差。いつのコメント読んでるんや。遊びに来てオフさん。お、追いついたよ。上まで来た。いちごは生クリームかけて食べるのが美味しい。え、間違えないな。だから右ショートケーキがな好きなんですよね。ケーキの中でもショートケーキっていうか、いちごの乗ったもう、あ、ワンホールで食べるのいいな。でもなんやろ、いつもその甘いものを全部食べきれないんですよね。だからショートケーキぐらいがちょうどいい。あのね、このぐらいのケーキとかでもいいわ。四角いのとか。おう、なんか時間かけてゆっくり食べたい。うん、パフェもいいな。パフェは、なんか下に、なんか下に、あの、入ってるのがいいな。クレープも好き。あ、わかる。クレープはね、なんかね、アイスクリームが入ってるやつが美味しいよ。あの、溶けてあったかいのと冷たいのと、なんか溶けていい感じになるから、それいいな。クレープ食べたくなってきたな。とことん甘いやつ。マロン系のクレープ、おいしそう。あ、すごい、もうちょっとさる。ケーキ食べたくな、なんかさ、話してたらさ、そのやつ食べたくなってくる。あるあるです。ある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 。え、久しぶりのミラーボール大作戦や。イエーイイエーイイエーイ。どうなったやろ。柳さんや、柳さん、何歌ってほしかったですか。簡単に痩せれる方法を教えてくれ。わかんないよ。みーきも知りたいわ、それは。な、楽して。楽してダイエット。わかんない。わかりません。みーきはもう食べたい時に食べちゃうので。リカティとかしてそう。気合い入れないといけない時だけ、ちょっとね、頑張るという。
日曜日みーきに会える。嘘、松さん言ってくださいね。絶対ショールームの松ですって。ピロピロのピロピロアイコンですって。ミラーボール大作戦ラブベリー思い出す。え、ミキさすごい。まいちゃんミキそれのつもりで言ってたん。実はミキ実はそのつもりで言ってたんですよね。え、トルコライスさんが言ってる、それめっちゃ美味しいやつやんな。あとね、なんかね、デリチュースっていうなんかチーズケーキかな、それもめっちゃ美味しいから新大阪に売ってると思うねんな。皆さん食べてみてください。でもどこでも売ってるんかな、最近は。百貨店とか売ってそうかも。なんで今日そんなに前髪、ほんまに前髪から可愛いとかもめっちゃ褒めてくれるやん。前髪はセットしました。そんな褒めてくれるのはキュベリンさんだけです。ピロピロアイコンバレてる。バレ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 、ピロピロから星出てるし懐かしい。え、わかる、チャンプーちゃんなん大好きやった。ミキめっちゃ今もカードあるもん。そうで、なんかこの間ねリナッチと話してたんですけどね、なんかストリートコートで、なんかストリートカードでシーサイドステージの服着せててんって言ってた。したらね、こないだなんかふーちゃんが、矢倉ふーこちゃんがなんかツイートしてて、そのラブ&ベリーので、懐かしいってなった。久しぶりにしたくなるよな、それも。でもみき、それもなんかな、ソフト持っててんな確か。なんか流行りのものね絶対にね欲しくなっちゃうんですよ。だからなんか買ってた、スキャンしてねやるんです。でなんか自分でお洋服の、お洋服も作れる。ちょっと眠たくなってきた。テリーチュース大阪だけ。あ、そうなんや。そうやな、チーズケーキといえばリクルおじさん。みゆきちゃんはミルクボーイさんとかサンドイッチマンさんとか見取り図さんとかのネタ見たことありますか？ありますよ。ありますよ。画面からマイナスイオン出てるって、まさか、まさかで、外の気圧のせいかな。タンバリン懐かしい、ほんま懐かしい。右タンバリンさ持ったらさ思い出すもんね。今私はミラーボールって。何のステージが好きやったかな。でもねミキね、スペシャルステージねなかなか行けなかったんですよね。で毎回あのスペシャルステージに行く友達がいて、でミキそこまでやってもらって、でも曲知らないじゃないですか、スペシャルステージの曲。あのね CD も持ってた、ミキそういえば出て発売されてたんですよ、なんかラブとベリーが歌ってる CD。 めちゃくちゃ懐かしい。あの機械今ねどこにあんねやろ。
あの機械どっかにないかな。ミキがどこで流行りの情報を仕入れてるのか気になる。それは秘密ですね。それはミキとミキのママだけの秘密です。親御さんはいつも買ってくれたんですか。だいたい買ってくれてましたね。なんかダメって言われたことなかったかもしれへん。そう思うと優しいよな。感謝です、感謝。DS ライトかな。 DS ライト、ラブとベリー、どっち派、どっちやと思いますか。ミキは DS 限定のキャラクターとかもありましたよね。ミーシャみたいな。ミルクボーイさんにミキで漫才してほしい。そんな何も言ってくれはってもいいですからね。デリーチューさん何がおすすめ。ノーマルのやつ、なんかが、なんか衝撃的な美味しさやった。コメントとのおじさん。そうやねんな。なんかな、全部読んじゃおうと思ってたら、アイドルステージやまいじゃんそれ。アイドルステージは縦巻きガーリーヘアで出てたかな。あとこういう感じのクマちゃんみたいな、なんか髪型。ね、君間違って舞踏会でアフロヘアしてたことある。それがお姫様の髪の毛やと思っててん。でディスコの髪型やったらしくて、知った時はもう慌てましたね。今までのそれでプレイしてたから。昨日塩桃鉄配信してた。舞踏会でアフロしちゃってて。でなんかありえないって言ってた。ラブ、ラブが好きでしたよ。ラブがなんかね、虹色の服みたいなも、なんか期間限定でなんかショップみたいなもなんかできてたんですよその頃で。なんかショップ行ってなんかラブとお揃いのなんかあの虹の T シャツとか持ってもらってた。じゃあ買ってもらってた。今も多分あると思いますよ。うん、ありえないってめっちゃギャージ、ギャージ、ゲージ下がるやつじゃん。せやねん、せやねん。だからな、最初の1ステージ目でそうなっちゃったらもうスペシャルステージ、そこでね道は閉ざされるんですよ。なんか3回行ったら次4回目のステージがスペシャルステージらしいです。ミイキとコト様はお嬢様だと思う。コトちゃんもお嬢様だと思う。ほんまにそう思う。名古屋やし。名古屋やし。44分か。あ、2000人超えてた。
そんなことあるって友達が連絡して、なになに？まだちょっと時差で何の話やったっけ。ミーキーゲーム好きなの？嫌いじゃないよ全然、好きかな、どっちかって言ったら。じゃあアニメも好きでも結構ね。そう、それこそプリキュアとか見てた。あ、くまちゃん、どなた？かなえちゃんや、ありがとう、かなえちゃん。本気の顔半分しか見えやんな。また近づきすぎ注意報が出てるので、アフロ舞踏会、アフロ舞踏会、買ってもらったものは大切にして。そう、もちろんですよ。今日は3人で M の千秋楽入るかなじゃなくて、強い気持ちで入る、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 当たれ当たれ当たれ、毎日高そうやな。プリキュアは、プリキュアはね、いつまで見てたかな。プリキュアの前ってなあじゃん、やったっけ。え、なおちゃんが早くミイキに会いたいって言った。やばい、それは恋、やばいやばいやばい、恋とやばい。ミイキも会いたい。カズさん、遊びに来たよ、ありがとう、いらっしゃいませ。ナージャめっちゃ懐かしい。ナージャの歌ね、たまに歌ってる。ミキ口ずさんじゃうね。またちょっ と暗くなっちゃいましたか。こんばんは、初見です、天使のモンスターさん。近づけすぎは前髪が合いすぎ、ちょっと離れとこう。これ以上キュンってなったら困るやろとか言っとこう。なので離れまーす。止まってた。セーラームーンも好き、もうみんな好きでさ、今映画 やってる始まったじゃないですか。前編後編ってあるらしくて、もう絶対行く。グッズあるなら欲しいしって感じ。ムーンライトスティック持ってるんですよ。だからいつでも変身できるんです、頑張ったらね。セーラームーン、実写版も見てた。誰推しやろう、選べへんな、みんな。誰推しやろう、迷うな。それはミキセーラー V も好きやし、
何かな、分からん。全員よし。 V セーラー V 頑張ったら変身できんねん。そうやね。だからもういつでもあの悪い敵が現れたらあの呼んでください。それはもうお任せあれ。ミキと好きなもの一緒。近づき警報発令してるやん。何人いるの？めっちゃおるよな、あの外部戦士合わせたら。今映画してますが見に行かれてますか？あの見に行く予定なんですよ。見に行く予定で、もうあのもうね、あの見に行く準備もできてるんです見に行く準備もできてるんですよ。51分、早い。ほんまにショールームした時間経つのが早いですね。告白の空白公演ありますよ。ミーキーがなるならどれ？え、なるなら？でもやっぱり、でも実写版の時はヴィーナスになりたかった。ヴィーナス。選べないっす。え、ヴィーナスっぽいけどウサギちゃんもいけそうやって。え、あの好きです、好きです、すごい。クアールさん、もう53分。プリキュア56人もいるんですか？嘘、いつの間に？ジュピターが好きなんや、ちゃんぽよちゃん。見に行く準備とは？準備、準備はいつでもできてるんですよ。予定が合わないです。でも絶対見に行く。もうその心の準備もできてるんです。そっちの方の準備もできてるから。誰と行くかは秘密。もう53分か。もちこちゃん、通知見たら58分前だったからもうやめちゃったかと思ったけど間に合った。間に合ってくれた。僕の好きな最強ついてる。僕の好きな、前編後編あるから楽しみが2倍ですね。それな、それな、それな。セーラームーンのルナと魔女の宅急便のジジ欲しいのはどっち？え、もう究極の選択やな。なんやろ、ルナにもなんか変身、変身の準備してみたいなこと言われたいし、ジジイとニコイチになりたいな初見ですか、さやさん。プリキュアでなるなら、プリキュアは雪白ほのかで。じゃあシ
シャイニールミナスも可愛いな。確かにドレミちゃんも少し前映画やってたな。2660人の皆さんに見てもらってる、すごい嬉しい、イエーイ。プリキュア見たことないの？嘘。アルテミス、うん、アルテミス、アルテミス。ヴィーナスの連れ？ヴィーナスの連れ？お、56分になったので壇上の方を読みしたいと思います。13位フロン、すごい、13位フロンティアさん、イエーイ、すごーい。12位白はやぶさ、のぶたんさん。11位はみっちーさん。10位は気象予報士バタヤさん。9位はまいちゃん、8位かなえちゃん。7位天使のトロトロモンスターさんかな。で6位はうののしかさん。5位はたけぼうさん。4位はゆうさん。3位キベリンさん。2位まさよしさん。1位はてらださんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。今日もありがとうございました。皆さん2710人にちょうどツイッタールしてます。2 2いっぱいお話できたね今日も。じゃあ明日も皆さんファイティンですよ。ファイティン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 。健康でいてくれ、みんなもね、皆さんも。時間が取れたらまた来ます。また来てください。明日頑張ったら話し会や。今日は木曜日か、明日金曜日か。今日木曜日か。なんとなくなんかね水曜日な気がした。でも昨日水曜日って話したな。今日も銀河一大好きだった。嬉しい嬉しい。月に変わってお仕置きよ。またすっ飛んでくるね。ありがとうちゃんぽよちゃん。木曜日か、明日金曜日か。明日は花のワルツだけ。あ、それはラブメリア。花の金曜日や。はい、あと2分。ミラクリーダーよろしく、支えます。突然のラブベリーニやけど、今日バイトでギリになっちゃったから次はもっと早く。バイトお疲れ様、もちこちゃんお疲れ様でした。ちゃんぽよ、そう、ぽよちゃんに紹介されてきましたが、とても楽しい時でした。ありがとう、京子さん、京子さん。ありがとう、嬉しい、嬉しか嬉しか。ロンティア頑張ってください。ありがとう。あと1分や。ネギちゃんの配信また見に来るよ。フロンティアしか勝たん。ありがとう。じゃあみんなおやすみ、おやすみ、キシカー。おやすみおやすみ、バイバーイ、バイバーイ、おやすみ。あともうちょっと、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ。